おちびチャンネル。おはようございます。はい、どうもちびかなです。今日が8月10日の土曜日の朝4時20分ぐらいになります。こんな感じです。宇都宮海水浴場に来てます。イラコがしばらくクローズなので宇都宮海水浴場に来ました。ちょっとまだ暗いんで軽く入って明るくなってきてから撮ろうと思います。見えるのか。見えるんじゃないもん。だってもうすぐ朝が始まるよ。日の出ね。日の出大混むからね、早めに来とこうと思って。撮影ところじゃないと思う、日中は。そんな気がする。天気いいし、お盆だし。お盆初日超楽しみなんだけどさ、ホームポイントが全部クローズだからね。ここがちょっとしょうがない、しょうがない。ロング向けの波なんですけど、まあ軽く入っていこうと思います。水浴の規制が入るので朝の8時までになってるので、それまでにババババババって楽しみたいと思います。ちょこっと入ってきます。寒そう。寒くないかな。人が多すぎるね。あれやってみようかな。バイ乗ってから。上でワンエイティやってみるわ。トングがよくやってるやつ。華麗な180。来たことじゃなくて上で来るジャンプ。できましたね。182180をやってみようとした。スポンジでこれできるってことはさ、ロングがもっと簡単だよ。知らんけど。スポンジボードはどうですか？難しい。ロングパラダイス、完全に海外みたい。誰か助けて。死んだ。
ってきた。これね、なんとフィンがゴムなんです。一時期フィンで切るのが怖い時期があって、頭からさ板が降ってくることもあるじゃん。頭切ってもおかしくないじゃん。そういうことがたまにあって、これを紹介されて、これだったらさまださ怪我する場はするかもしんないけどさ、ゴムだからさ切りにくいじゃん。まだマシ。それで切れたらどうする。いや切れると思う。使い方次第では切れると思う、ゴムでも。でも普通のフィンに比べたら全然切れにくいと思うからこれ買ったんですけど、そういうなんか女子にさ、女子はさそういうのあるじゃん、顔に切れたら嫌だとかさ、そういう人はこういう方がいいかもしんないね。でこれ買ったんだけどほぼ使ってないんだよね。これはいくらだったの。定価が4万とか5万とかじゃない。めっちゃ安いと思う。スポンジボードは簡単に始められるってやつ。うん、一回スイッチでやる。スポンジボードでちょっと遊んでみたおふざけ動画なんですけど、どうでしたか。人が多すぎてね、ちょっと厳しかったですね。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。なんかある。それではピースアウト。